DSPDS 手がいつまでの京都ね。皆さん、ローで作ったハンズ知ってますでしょうか。海外とかね、インスタとかね、よく流れてる動画あると思うんですけど、なんかローみたいな液体に手突っ込んで冷やして突っ込んで冷やしてって繰り返すと、もうローのねハンズができるんですよ、ゴッドフィンガーで。これ日本でねやってるところはね唯一ね一つあって、なんかハリウッドスターとか著名人たちの人形がいっぱい置いてるところに、なんか1000円で払ってねできるのあるんですけど、1000円じゃねえ、たっけんっすよって感じで、今日はね買ってきました。はい、ロー5キロ買ってきましたね。で、ローでもいろんな種類があって、これはね、60度以下とかでね、溶けるやつですね。どのね、ローを使ってるのかよくわかんないし、何の液体かもわかんないですけど、今日はね、勘でやっていくんで、良い子は真似しないですね。とりあえず、ローを60度ぐらいで溶かします。もうこれワックスになるね。これ大体1000円ですね。だった気がする。お、1キロ結構多いね。これだけでもいけそうだね。はい、じゃあひっつけます。さあ溶けるかね。あとこっちには冷水用意してます。いっぱいあるんでね、もう一袋入れます。お、溶けてきてますね。お、すごいすごい。はい、溶けました。では試しにちょっとやってみましょう。氷水をつけて入れます。で、こんな感じにつけて入れます。って感じで見えますか。いきますよ。ほっ、おー、取れた。こんな感じにできるんですよ。ほら、結構簡単にできましたね。で、これまだね、再利用できるんで、ここに置いておきましょう。じゃあ、最強のピース作るか。あ、そうだ、ゴッドフィンガーだっつって、最強のゴッドフィンガー作ればいいのか。こう何回もやって。ダメです。普通だったら3回ぐらいなんですよ。まあ、動画で見る限り3回でしかやってなかったんで、10回ぐらいやったら、もうすっげーね、ゴッドフィンガーできるんじゃないかってね、みんなを満足させることができると思うんで、今日はね、やっていけてるべです。いきます。で、ハンドクリームね、塗ると思うんですよね、これ。よし、じゃあ、ちょっと試しに、手だけでやってみます。こう。怖いな、これ。いける。あ、すごい、固まってきた、やばいべ。はぁ、すごいすごい。おっ、やべ。あぁ、ちょっとすごいぞ、これ。じゃあちょっと取ってみますか。あー、すごいすごいすごい、割れちゃったけど、すごい。おー、すごい、いい感じだけど、ちょっと汚いね。一回綺麗なやつ一個作りたいね。はい、ちょっとね、チョキだと難しいんで、グーで練習してみましょう。で、これで切るべきなんですよね。ここちょっと割って、スムーズ。あ、これうまくいったんじゃないですか。あ、これいい感じ、いい感じ。はい、こんな感じです。これ成功ですね。ここら辺とか削れば綺麗になります。では iPhone スタンドを作っていきます。はっ。はっ。おー、うまくいってる、うまくいってる。どうだ、どうだ。お、おーおー、うまくいった、うまくいった、すごいすごいすごい。あーはー、 iPhone が iPhone がちょっと iPhone 中のまんまだ、どうしよう。本気のやつ作ります。1、いきます。おーおおお、あ、って感じで、ローでね、ローハンズね、簡単に作ることでできました。正直ね、暑かったです。なので、良い子は真似しないです。ほんとね、特殊な訓練を受けてる人しかできないし、監修のもとで、ワクワクさんの監修のもとでやってください。これね、固まってもね、また使えるんでね、次回なんか。なんかローね、いろいろね、思いついちゃったんでね、やってきたと思います。こう自分で持たなくて、ローが持ってくれるっていうね、すごい便利なんで、ぜひみんなもやってみましょう。ありがとうございます。てか、使えねえじゃん、これ。PDS 株式会社。はい、実はね、誕生日でね、誕生日プレゼント届いたんでね、ちょっと紹介していきたいと思います。で、僕の誕生日はね、7月27日なんですけど、これが届いたのね、6月27日だったってことなんでね、1ヶ月ね、早く届いたんでね、ありがとうございます。おー。
見たこともないものがいっぱい。大事にいただきます。おーすごい、ポラの餌になる。すごい、猫用のやつもね、歯が綺麗になるやつ。バスソルトが入ってます、お風呂用の。これちょっとスニーカーっぽいな。ダンデさん、ポップさん、ポラさん、ポラチン大好きです、ギーザミさんより。おーなんだこれ、すごいケーキになってる。でスニーカーって結構難易度高いですよね。プレゼントでスニーカーもらったこと多分ないと思う。だって足のサイズが分かってないと渡せないですよね。ってことは多分しっかり分かってるってことですよね。おーおー、かわいい、これすごい、うわめっちゃいいな、ハイカット、超かわいいんだよ、恐竜さん。お28や、すげえ分かってる。こんな感じです。ほっ、おーかっこいい、ういういって感じで、早いプレゼントです。